暑い。暑い。暑いけど美味しい。いつもよりあれしてる。お昨日の色違い。ご飯の集中。まだ早いって。早い。9時やろうやけ、10時やけ。ああ、まあも、まだいいわ、あと20分ぐらい。うん。これ、皮、何よ。昨日のあの赤いやつの白いバン。ああ。ここで暴れんぼしようじゃん、これ。うん。もう終わりか。これ味一緒かな？ん？味一緒かな？昨日。一緒よ。ちょっとあんこじゃないとか食べてみる？いらいらいら。一緒一緒。江戸時代に上がるメガネはないと思うかな。おばあちゃん、本当は好み。あ、終わったんじゃん。その絵は焼き捨てたのではなかったのですか。ああ、いや、まあそのつもりじゃったんじゃな。見れば見るほど心が柔らいでまいってな。いや、美しく思うも癒やしく思うも見る者の心次第。上様、この絵師はあるいは雪舟以来の天才かもしれませんぞ。じいやはこの人になったのが一番いい。みんな死んで死んで次の人次の人になってる。はぐれ刑事があるんだけど、ちょっとニュースなんかやろ。野草で母も父も元気だったんだわ。野草のエキスを凝縮、野草酵素のご紹介です。松岡美代子です。90歳でございます。お若いですね。この人90歳の時出とるけんもうおらんのじゃんか。野草酵素が語る松岡さん。野草酵素を飲みよんなんて辛抱ならへんねえかい。死んだらこれ出さんやろな。うまいことしたのに撮影当時何歳とかってやったの。すごいですね。これがね、前もね、いいのこんな感じ、横も後ろも酵素のおかげで体が軽いになる。何か飲んだ時にそれが本当じゃろうと思うわ。みんな足が重たいのに、あの回復力が、とにかく回復力が良すぎたらもう、まあ、最強とよく眠れますし、疲れにくくなったっていうか、やっぱり毎日元気でいられるっていう。感謝って書いて、私の体を健康にしてくれてありがとうって言いながら飲んでます。よく食べてみて。あるうん、33種類の野菜、果物を合わせ有用菌を加え発酵。いや、危ない危ない、そこで。今だからすごい元気、何の心配もない。数
半限定一瓶7560円。これ鮭まんじゅうのやつ。特特コースなら 10% 引き6840円。鮭まんじゅうだ。お申し込みは01。これ昔からのやつやろ。紅白まんじゅうみたいな。凍、うん、ったことはないけどな。これセームスにしかない。セームスか、うん、何いう名前やったら思って飛ばしたて夜中にずっと寝てなんだのに。だ何いうとこやつらそこレディーやっとくじゃん。おかしいことだよ。自分が忘れてる。自分が忘れたことはみんなおかしいおかしい言うし。あ、笹田いつ行く？笹田56よ。薬ある？薬はあるやつな、ないやつな。行く？もう明日行かれたってもう行っとかんともうまた行けんなるよ。行けんの明日ぐらい行っとかんと。シャンプーないよ。シャンプーあったはずや。ないと思うで。わからんけど。戸開けとったら気持ちいいな。そこの空気がいいと、いつでももうわずかでも入ったら気持ちがいい。嫌いけどな、じっとしたら。まあ、夕べ夜中の3時にラジオの電気がないけんもう付け替えのやけんもういいわいと思えた。つまらんのと思って。紅白のマイコンをご紹介させていただきます。ものすごい美味しかったんですけど、なんか秘密があるんですか？これ味噌や納豆と同じようにね、健康を考えて今後発酵させてるんですよ。皆様にずっと健康で美味しく食べていただきたくて苦心して開発しました。マイコンは岩などの果物と一緒に天然酵母でじっくりと発酵させて